ああ悪い、変わった武器を使ってると思ってな。変わってますか？私は最も効率的な武器だと思ってるんですけど。いやそういう意味じゃ、だって距離を置いて一方的に攻撃。だからそういう意味じゃなくて、私直接叩いたり切ったりは怖くて苦手で。いやそういうことを聞いて。トリガーをちょっと引くだけで致命傷、嫌な感触も残らないし、返り血を浴びることもないし。やめろ生々しい。硝煙の匂いとかもたまらないですよね。あれを嗅いでるとなんだか気分が良くなって。だからおい聞いてるか、聞こえてるか。やだまた。私何かおかしなこと言ってました？ああだいぶおかしかった。恥ずかしい。 あの今のこと忘れてください。お願いします。忘れるにはインパクトが強すぎたんだが、まあそれは置いといて、そういう武器って普通には手に入らないだろう。あ、それはそうですね。これもあゆみさんに頼んで用意してもらったものですし。何でも用意できるのかあの人は。すごく助かりました。もともとこういった武器が好きでしたし、ある程度は使い慣れてもいましたから。見た目に似合わず物騒なものが好きなんだな。しましたか？使い慣れてたのか？はい。普通手に入らない武器だよな。はい、普通には手に入らない武器ですね。どうしたんですか？いやもういい、あんまり深く聞かない方がいい気がしてきた。